はい、こんばんは、エンゾです。今日も YouTube をやらさせていただきます。よろしくお願いします。ということで、まずは自己紹介からということで、私エンゾと申します。マーケットでこんな感じで、情報配信とか、やってますが、皆様と同じような個人投資家、10年ぐらいやってますね。その前は何をやってたかというと、アメリカのシティバンクで20年弱為替ディーラーやってました。その後イギリスのスタンダードチャータード銀行で6年か7年ぐらいかな、これまた、為替ディーラーやってました。まあ合計でまあ25年ぐらい、まあ、銀行でディーラーやってて、まあ、その後個人投資家になって皆さんと一緒にトレードをやってます。その合間に、セミナーとか情報配信やらさせていただきますので、まあまあいろいろなところでセミナーやったり文書いたりしてますので、まあ見ていただければ嬉しいかなみたいな思います。ということで、もし YouTube よろしかったらいいねボタンと、まだの方がいれば、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、今日は、まずここのマーケットのおさらいしていきましょうね。それが終わった後、日本の結構景気指標がいろいろ出たんで、今の日本経済どうなってるの特集みたいなことをちょっとやりましょうか。日本の指標ってあんまりね、マイナーなやつが多くてね、動かないんですよね。日本も雇用統計あるんですけど、アメリカの雇用統計みたいに世界中の人が見てるわけじゃなくて、全然こう、まあ、地味に見てる人はいるんですけど、あまりマーケットに対するインパクトないですよね。でもね、結構いろいろなことを見ていくと、僕個別株とかやるんですけど、そういう意味ではやっぱり見とかなきゃいけないかなみたいなのもあるんで、今日はちょっとそこら辺お話ししたいかなというふうに思います。まずは今の状況、こちらですね。これアメリカの10年債利回り 1.61% ぐらいまで上昇してきてますね。ニュークローズが 1.57 ぐらいだったんで、そこからちょっとさらに上昇してきています。まあここら辺が、株価に対する影響が良くないなというところで株安の原因になってるんですが、私週刊レポートっていうのをまあ出してて、まあそこでも書いたんですが、長期金利アメリカ一旦落ち着くんじゃないかな、落ち着くって言っても下がるってことじゃないですよ。急激に上がるのは落ち着くんじゃないかなと。で、まあ、1.7 から 1.8% ぐらいが重要かなみたいな話をしてて、まあ、そうなった時に株はそれほど大きく下落しないで、まあ、レンジに入るんじゃないかな。で、ドルは引き続き堅調みたいな、今一応短期的にはそういうストラテジーでポジションを組んでます。で、何をやってるかっていうと、まあ、ドルを買って、まあ、今日なんかもちょっと作りポジション作りましたけどね。あとは株は、個別株はその比較的金利が上がるとダメなものっていうのが成長株なんですよ。だから成長株はもうここ2ヶ月ぐらい外してるかな。で、どちらかというとバリューって言って割安、まあ何をもって割安かっていうのはこれもまたちょっと難しい話なんですが、バリュー株にシフトして、まあ例えば金利が上がるという有利なのは、銀行株とか、銀行株持ってないですけど、あとは今はやっぱりエネルギー価格上がってるんで資源株なんかもいいですよね。上昇してますよね。まあ資源株も持ってないんですけど、まあそういうでドルを買うっていう、一応今短期的なストラテジーとしてはそういうバリュー株持ちながらドルを買うみたいなのが今戦略でやっています。ということで、そうですね、今日それでドル上がってますよね。ドルインデックスがやっぱりこう抜けてきたんですよ。ドルインデックスに昨晩じゃない金曜日の高値って 92.18 ぐらい、これ雇用統計直後ですね。アメリカの雇用統計良かったですよね。まあそれは土曜日のライブでお話しさせていただいたんで、今日はそのことには触れませんが、で非常にこれ良くて、金利ボーンと上昇したんですが、その後また低下してまた超えてきてるということで、この92を完全に超えられるかどうかって非常に重要ですよってお話はずっとしてると思うんですね。で、まあ超えてきたのかなみたいな感じもするんですけど、で、まあドル円、まあこうやってじわじわ上昇中
ですね。まあこれ下がんないですね。やっぱり 8円台前半硬かったですよね。で今日のデイリーピボットの8円の30あたりはこうサポートされているということで、まあユーロドルも下落中で、ドルスイスも上昇中で、豪ドルも下落中ということで、やっぱり総じて、ドルが強いですよね。まあその中で、どうやってドルを買うか、何に対してドルを買うかみたいなのを、まあ、考えていただければなと思います。まあちょっとねメルマガの読者の方にはもうお知らせしてあるんですけど、まあいろいろあのチャートを見ながら何がいいかなみたいなのを見てみてください。火水木とアメリカの明日から3年債、10年債、30年債の、国債の入札っていうのがあるんですね。アメリカいっぱいあの赤字垂れ流してますから、そのお金を補填するために国債発行しなきゃいけません。で国債発行でここら辺のレベル、金利が高いっていうことは債券価格が下落してるんで、まあここの価格だったら買ってもいいよっていう投資家がいれば金利は一旦落ち着くかもしれないですけど、この価格はまだ嫌だよっていう人はがいたら、債券さらに債券価格が下落ということは金利が上昇する可能性っていうのは十分にあるかなと思います。債券価格は今10年債の利回りだとこんな感じですね。落ちてますね。価格で言うとまだ、131の24あたりというのが、サポートになってるんで、ここを抜けるかどうかですね。ここ抜けちゃうともっと長いので見なきゃダメかな。冷やし、債券先物の冷やしなんかを見ると今ちょうどやっぱりすごく重要なサポートレベルに差し掛かってるんですよ。だからここを抜けちゃうともう一段やっぱり債券先物売られるんで、そうなると金利ももう少し上がるかなって、やっぱり 1.7 から 1.8 のゾーンってまで上がっちゃうかもしれないですね。まあそうなった場合ドルも強いかなというふうに、思っています。だいたい今のマーケットの概要っていうのはこんなところかなと思います。じゃあ日本の今の状況っていうのを見ていきましょうか。で、今日1月の国際収支っていうのが出たんですね。まあ国際収支って日本が、海外から儲けてんの損し、まあやられてるっていうか儲けてるのか、お金を支払い、あの支払いが増えてるのか多いのかっていうのをこう比較するものなんですね。まあ財務省から出てくるんですが、で、その日本が儲ける海外外貨を稼ぐ手段ですよね。外貨への稼ぐ手段というと大きく分けて2つあります。貿易サービスか第一次所得収支かというので、この2つを覚えておいてください。まあ、貿易サービスは分かりますよね。物を輸出して、輸出が今回5兆6900億円でしたと。で輸入してこれが5兆8217億円でしたということで、貿易収支は1300億円の、赤字でしたということになったわけですね。僕らの世代だと日本は貿易立国です、資源を輸入して製品を輸出してますっていうふうに習ったんですが、今はちょっとそれではな、まあその貿易構造としてはそういうのは残るんですけど、それで黒字が稼げなくなってきちゃったんですね。こうやっぱり赤字の時期も多くなってる。じゃあ何がこうやって見て稼げてるかなって皆さん見てみてください。ここ、第一次所得収支っていうのが1兆4600億円ぐらい、なってるじゃないですか。これっていうのは日本人って海外に300兆、個人で300兆か400兆ぐらい、株とか債券を買ってて、投資してるんですね。で、まあ、国はも他にまた外貨準備っていうのがあるわけなんですけど、そこで得られる利子配当金なんかがこの第一次所得収支なんで、日本というのは今や貿易で稼ぐ国じゃなくて投資で稼ぐ国になってるんですね。まあそういうのは成熟した債権国、まあ債権というのはそこの保有者になってるってことですよね。まあそれを持ってるっていうのが、だから日本って今外に投資で稼ぐ国になっちゃってるんですよ実は。だから日本人全体では非常に海外に対して投資を行って、そこの、利子とか配当金で毎月1兆5000億円ぐらい稼いでる。それが今日本の稼ぎの源になってるっていうところなんですね。
で、これを見ると、まあ、経常収支の推移っていうのがあるんですけど、この水色のところが貿易サービス収支です。やっぱりプラスになったりマイナスになったりするんで、それはまあ原油価格とか為替のレートとかによって違ってくるんで、これ考えると、1月がちょっと赤字になって、まあ、季節性っていうのもあるんですけどね、季節性があるんで、それを調整するとそうでもないんですけど、今原油価格が1ドル、1バレル67ドルとか8ドルまで上がってきてるじゃないですか。で、なおかつ円安じゃないですか。ってことは、原油買うのにすごくお金かかってるってことですよね。車に乗られてる方ってガソリン上がってますよね。今レギュラーで140円ぐらいですよかね。だからそういうのが上がってくると、貿易収支やっぱり赤字になる可能性あるんですね。で、やっぱりそういうのがあるんで、この第一次所得収支っていうのが重要になってきて、で、貿易の場合、やっぱり世界経済の影響も受けちゃうんで、世界が不況になると、やっぱり貿易収支も、輸出が伸びなくなっちゃうんですね。だから、やっぱり今こうやって確実に第一次所得収支っていう海外に投資したので、まあ、多少に季節性の凸凹はあっても、コンスタントにやっぱり月1兆5000億円ぐらい稼いでるんで、年間では20兆円ぐらい稼いでるんですね。まあ、これが今一番日本が稼げてる源泉だっていうことを、しっかり、覚えておいてください。で、まあ、そこがすごく今の日本にとっては大事なところだから、もちろん外に投資してるんで、円安の方がいいっちゃいいんですけど、かといって貿易、今収支が黒字ではなくなってしまってる、今輸入の方が多くなってしまってる現状を考えると、あまり円安になっちゃうと、また原油とか天然ガスとか輸入品が上がっちゃうんで、日本人の生活、個人としては苦しくなっちゃう可能性があるんで、あまり円安っていうのもどうかなというふうには思います。はい。で、もう一つ、そうですね、まあ、あと、まあ、日本銀行が発表した、貸し出しは、年間、6.2%ぐらい伸びてますよ。まあ、だいたい、そうですね、578兆円ぐらい貸し出ししてるんですね、日本の銀行はね。で、預金が、まあ、だいたい800兆円ぐらいあって、預金も2月伸びてるんですよ、10%。まあ、すごいですね。やっぱりみんな消費しないんで、預金になっちゃうのと、あと、やっぱり国からお金が出たりしてるんで、そういうのも含めて預金が増えるっていう感じになってますよね。ですから、まあ、この預金が、どれだけみんながお金を使わなくていることが、この緊急事態宣言、まあ、地方の方はもう解除されたんですけど、東京はまだ解除されてないんですよね。それが解除された時、お金が一気に使われるんで、景気良くなる可能性っていうのは十分あると思いますよね。アメリカのとこでも、この前の金曜日お話した、あ、土曜日お話したかと思うんですけど、アメリカも珍しく貯蓄率が上がってて、所得が月で10%ぐらい上がってるんですよ。やっぱりこれ給付金とかがあるんで、そこら辺が一気にアメリカも経済がリスタートして、外出禁止とか解けると一気にお金が使われるんで、それでなおかつ今回バイデン大統領の1.9兆ドルの緊急対策、また上院を通過したじゃないですか。これ、1人給付金が1300ドルぐらい、まあ15万ぐらいと、あと、まあ、これ所得制限ついたんですけど、あとは追加の、失業保険の給付金が300ドルぐらいかな、出るんで、やっぱりますます、やっぱりアメリカの国民もお金を受け取るんで、これが一気に、まあ、春以降ワクチンの接種が終わった後、消費に向かうと、アメリカの GDP が年率で6%から7%になるっていう試算もあるんで、そうしたらこれ中国並みなんで、すごいことですよね。ですから、今のところちょっとそこら辺の景気が良くなるぞ感じで金利が上がってきて、それに対して本当に景気が良くなるんだったら株価もどっかで止まるだろうけど、今のところはやっぱり金利が上昇しちゃって、それに対して株式市場びっくりしちゃってる状態が今まだもう少し続いてるかなと。今日の日経平均も寄り点でしたよね。29,500円ぐらいのところ、まあ500円までいかなかったですけど、400円ぐらいのところ、
寄り点になって重くて、その後ずるずる落ちちゃってるっていうのは、やっぱり反発するとやれやれ売りも出てくるし、おそらく金曜日下で買った割と短期の個人投資家の方なんかも売ってると思うんで、なかなか一気に上抜けするっていう感じではないかなというふうに思います。そんな感じで、あともう一つ、景気ウォッチャー調査っていうんですよね。景気ウォッチャー調査っていうのは何かっていうと、内閣府出してるんですけど、街角景気みたいなことを言ってて、街角の人たちに、景気いいですか悪いですかと聞くという、今までよくお話しするのは ISM とか PMI って企業の社長さんとか、そういう財務担当者に景気いいですか悪いですか、商品売れてますか、オーダーどうですかみたいなのを聞くのが ISM とか PMI っていう景況指数だってお話しましたよね。その中で世界的に製造業はすごくいいんだけど、サービス業はまだまだだよねみたいな話は先週もさせていただいたと思うんですけど、この内閣府の景気ウォッチャー調査っていうのは、街角の人たちに景気いいですか悪いですかっていう聞く、ちょっと面白い調査なんですね。なんていうのかな、景気は新型コロナウイルスの感染の影響による激しさを残るものの、持ち直しの動きが見られる現状ですね。で、先行きについては、感染症の動向を懸念しつつも持ち直しが続くと見ていますというふうにまとめられてますね。これが若干こういう数字で現れてるんですけど、景気の現状判断 DUDI っていうのは、ディフュージョンインデックスっていうんで、このいいから悪いを引いてどうなるかみたいな、パーセンテージっていうか比率っていうみたいな感じなんですが、これ見ていただいて分かるように、1月の2月分は1月の31.2から41.3にだいぶ改善して、12月、11月の落ち込みを、久々にこう10月以来の改善というふうになったわけですね。ただ、9月、10月の時って50超えてたんで、47.8とか53なんで、それから比べると、まだ水準的には全然だよねっていうところなんですよね。で、家計の消費の動向に関しては、こう38.9ということで、ただ、前月が28だったんで、だいぶ小売りなんかも盛り返してきてるし、飲食も15.1だったのが31.6とか、サービス関連も20代だったのが35とか、伸びてきてますよね。これだいぶ、企業も製造業、非製造業伸びてるんですけど、ここら辺のやっぱり飲食とかサービスが割と回復してきてるのは、いい傾向かなみたいな、感じがします。で、これがさらに先行きっていうものになると、もう50超えてきてますんで、先行きに関してはだいぶいいなと。これ一部の地域でも緊急事態改善されてるんで、そうするとなくなってるんで、そうすると、これから消費しようっていう意欲があるわけじゃないですか。先ほど預金が増えてるっていうお話をしたと思うんで、貯蓄率上がってると思いますので、そういうお金が出てくると、やっぱり家計のところがね、小売りとか飲食関連も一気に先行きに関しては50近くになってるし、サービス関連も39から一気に52.5になってるんで、かなりその飲食サービスあたりがこの春ぐらいから伸びてくる可能性っていうのは十分にあるかと思いますね。昨日も渋谷の街結構すごい人いましたよ。出てるんで、やっぱりみんなちょっとさすがに、自粛疲れという感じでもないんですけど、お金使いたいなみたいな。で、そのお金使いたいなっていうのが、ネットなんかではね、徐々にこう増えてると思うんですが、実店舗にお金使いたいみたいのがもっともっと出てくると、さらに良くなるんで、ちょっとやっぱり景気良くなるんじゃないかなっていう感じ、予兆はありますよね。十分予兆は出てきてるという感じです。で、面白いのは、こうやって実際どういうものにお金使ってますかみたいな調査もこうやってされてるんですね。もし興味あれば内閣府の見ていただければいいと思うんですけど、この家計の現状の動向で面白いのが、食品の物産、催事やバレンタインの企画等で、高額品から品薄になり、自分へのご褒美需要が顕著に見られている北陸の百貨店みたいな感じで、面白いでしょ、これ。皆さん、自分に対するご褒美あげてますか？チョコレートとか、ケーキとか。なんかそういう、で、九州のレストラン。
時短営業が解除となり、わずかではあるが客が戻りつつある。しかしこれまでの外出自粛が続いたことにより外出を控える傾向が強くなっている。これ読んでるとね、結構面白いんですよ。やっぱり GoTo キャンペーンがちょっと停止状態は痛かったとかね、まあこれ全国ではこういう感じなんで、地域ごとにもいろいろなそのどうですかみたいなのがいっぱいこう出てますんで、結構これ面白い。これなんていうのかな、この文を読んでると面白いですよ。かなり6時から20時の時間帯において来客数が回復していますっていう北海道のコンビニみたいな。で、北海道の高級レストラン三角なんですけど、緊急事態宣言の影響で移動などが制限しているため来客数が減給している高級レストランみたいな。だからちょっと高級レストランのところがね、多分ダメなんだと思うんですよね。まあ日々のコンビニとかスーパーってやっぱり日常生活のものはそんなに減らせないじゃないですか。で、なんかね、ラジオのその商品の宣伝とか言うと、すごいお肉のね、シャトーブリアンっていう高級肉が、こんなお得に今日もラジオ日経でやってましたけど、100g6000 円なんだっけな、6000円でご奉仕しますみたいな、これ超安いですねみたいな、いつものノリで言ったんですけど、要はそういう高い肉が高級店が使わなくなっちゃって、需要が落ちて、やっぱりそこの余った分がそういうふうな安売りに出てきちゃってるなというところがあるんで、やっぱりね、高級店の需要が落ちてるっていうのは確かにあるかもしれないですよね。さすがに今の状況で銀座のそういう高級店に8時までで行って飯食うかとか、銀座のねクラブ行くかみたいな、だったらちょっと行かないでしょうみたいな感じになりますよね。だからそこら辺の感じが、ここのその数字が42とか8とかじゃなくて、この文がすげえ面白いっていう、ご褒美消費だとかね、そんなのがあるんで、まあまあぜひご興味ある方はこれ読んでってみていただければなと思います。やっぱり東北とかね、ちょっとやっぱり少しなーっていう感じが、北関東とか南関東、東京含むなんでね、そういうのもあるんで、まあそういうのを見ていただければなというふうに思います。ということで、今日のところは、最近の動向と、まあちょっと面白い日本の指標みたいなことをお話しさせていただきました。ということで、皆さん頑張ってトレードしてください。もし、内容良ければいいねボタンと、登録まだの方はチャンネル登録ぜひお願いします。ということで、また、すぐにお目にかかりましょう。さようなら。